東京メトロ丸の内線2000系2146編成が公種輸送されました。JR 貨物は、今月9日から今日11日にかけ、近畿車両を出場した東京メトロ2000系2146編成を公種輸送しました。東京メトロ2000系は、東京メトロの魅力を発信できるように開発が進められ、2019年2月23日に丸の内線でデビューした車両です。初代300系の鮮やかな赤を復活させたグローイングスカーレットをメインカラーとし、丸い窓が特徴です。2023年度までに全52編成が導入される予定で、営団地下鉄時代から活躍してきた02系が置き換えられます。今回は、2146編成が今月9日に近畿車両を出場しました。丸の内線2000系として42編成目の登場となり、2023年度4編成目の増備です。そして、徳安から吹田貨物ターミナル間を DD200 型24号機、吹田貨物ターミナルから根岸間をEF65 型2081号機が牽引し公種輸送されました。東京メトロによると、2000系は2023年度中の増備完了を目指して製造を進めていく予定で、02系全編成を置き換えます。これで、6月11日の KAB ニュースを終わります。